ました。この買ってきたコーデを今回はフリマアプリで出品をしていこうと思います。ちょっと待って開きますね。じゃあまず出品をしていきたいと思います。これをこうね調節をしていきます。こんな感じです。シーンが選べたら、次商品名と商品説明を書いていきます。今出品したコーデは、みんな超10代と検索すると、